皆さんこんにちは。私たち原宿初出世の神谷です。はい、今日はですね、はい、沖縄の紫村にやってまいりました。イエーイ。101個の対面ができるそうなので、いろいろやってみたいと思います。イエーイ。行きましょう。いつか何の体験しようか、めっちゃいっぱいあるんですよ。切れるの？切れるんじゃない？着ようよ着ようよ。じゃあ行きたい。これ行ってきましょう。イエイ。藤岡奈々さん。どうした？藤岡奈々さんでね。藤岡奈々さん。心から可愛い子を思うことだって。最高すぎ。うちらじゃん。はい、ここから入るこ。ここかな？ここだ。すごい。はい、ということで、ただいま衣装体験をしに来ました。選んでます。めっちゃ可愛い。これも迷っちゃうね。これかな。どっちがいいかな。これか、こっち。どっちどっち。こっちか。いや、悩むな。でもこっちの方がちょっと沖縄っぽいかな。うん、沖縄っぽさ、そっち。確かに、じゃあ沖縄っぽいね。さっきね、選んだんだけどね、誰にしたか忘れちゃった。誰にも取られないから置いときなさいって言われたの。確かに、それはそう。すごい。並び、皆さん並びはありますか？あ、じゃあこれで。あ、これで。ちょっと並びがあるみたいなので。はい。ありがとうございます。着替え終わりました。イエイイエイ。ね、めっちゃ早かった。ね、早かった。かわいい。衣装体験終わって、手作りのものをね、体験できるところに来ました。めっちゃ楽しい。やばい。みんなでブレスレット作りましょう。ブレスレット作ろう。イエーイ。コールも後で作っていい？いいよいいよ。よし、じゃあ行こうか。はい、それでは早速これ紙を選んで作っていきます。 M だな。 S、 それ S がいいんじゃない？ S だな。 S、 じゃあもう S やってみよう。おっと、ちげる、ちげるぞ。え、普通じゃない？意外と意外と。え、悩んじゃう、なんか。ウェイリンはまだ迷ってます。すごい可愛い。やばい、可愛いね。みんなのブレスレット完成しました。イエーイ。個性出すぎじゃない？ちょっとひなは出会いとか才能を引き出したりとか、うん、そういうピンク系で、みーにゃんはちょっと似てるけど、うん、ちゃんと金運入れた。いいね。で、メイリンは冷静とか決断力とか魔除けとか金運とかいろいろ入って、もうメインなのが才能を引き出すやつ。あー、うん、いいね。私はこれもう仕事運です。もう完全に。もうこれはね、仕事面しか入れてない。一番でかいのがね、勝利へ導くっていうのとね、あとは根気と集中力が上がるやつとか、まあ、才能引き出したりとか、あとは、ね、金運とか成功とかを入れてまーす。楽しかった。楽しかった。これは何、光るの？夜に光るの？なんか光るの。かわいい。かわいい。いくらでも絶対する。でもちひなのが二つも。もう一回大丈夫ですね。頑張ってください。頑張ってください。はい、ひなぷーのオルゴール完成しました。はーい、イエーイ。こんな感じ。ピンクでシーサーとハイビスカスとハートとアグー。アグー。かわいい。じゃあ、メイリンのオルゴールも完成しました。海の中を再現して作りました。海の声。そのカメラの感じだ。みたいな感じで上手にできました。はい、というわけで紫村堪能してきました。イエーイ。めっちゃ楽しかった。ねえ、衣装着たり、モノクロしたり、楽しかった。素敵な思い出もいっぱいできたね。イエーイ。皆さんも沖縄来た時はぜひ紫村行ってみてください。この動画がもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。
以上、私たち原宿初生の神山でした。